ぱりあのディープにはすごい愛があるんで、すごく若くて勢いのある神田選手とあのこのタイミングでディープできることはすごく本当に楽しみにします。この試合に対して、まあ、リスクがあるのは宿選手のこの間ライジングのチャンピオンになったんですけど、まあ別に僕はあの今回はディープのタイトルマッチなので、もう全然ライジングのこととか何も考えてない、純粋に神田選手との、試合を楽しみたいと思いますね。はい、最終目標はライジングのチャンピオンになることです。フェザー級で戦ってれば今一番戦いたい男だと思います。勝てば美味しい相手だと思うので、しっかり勝ってつなげたいと思います。なんか聖子さんだったら探り合いたいなっていうか、なんか男として戦ってみたいなっていうのはちょっと心のどっかであって、その覚悟見えるような試合してもらえるんだったらさ、いくらでも歓迎してさ、歓迎会しましょうよって感じだよね。練習もしたこともありますし、一緒にお仕事もしたこともありますし、引っ越しの手伝いも頼んだこともあるんですけども、ゆとり世代っていうか自己中ですよね。やっぱり約束とかをどたきゃんしたりするんで、そこはちょっと言うことないんで、まあ、今回は試合で、ね、分からせてあげようかと思ってます。酒井、12月12日ケニーは暴れる、暴れる。ウェルター級の UFC のチャンピオンのジョルジュ・サンピエールっていうチャンピオンがいたので、そのジムでやっぱトレーニングした方が今後自分のためになるかなって、カナダにいて格闘技になりました。生物的な強さです。軽量級にない。みんながこう重量級見てもなんか、わ、面白いっていうような、そういう風にしていきたいなと思います。体がやっぱ10キロ20キロ大きくても負ける気はしないんで、全部成長してるってところを見てほしいです。次回よければちょっと強く掴んでください。強いやつには今すぐにでも試合組んでもらえれば勝てますし、ライト級のベルトを2018年に取りました。で、今回ちょっとテストで対戦相手がいなくなってきたのもあって、ライト級でレベル高い、まあ、ディープに出させていただいて、そこで、まあ、チャンピオン戦うの目標にしたいなと思って、はい、